アヘンとは一体何なのでしょうか。アヘン戦争などでなんとなく聞いたことはあったとしても、アヘンが一体何なのか詳しく知っている人は案外多くないのではないでしょうか。そこで今回はアヘンの歴史を掘り下げながら、アヘンの作り方、アヘンにまつわる面白い歴史、国際的な取り扱いなどについて解説していきます。この動画さえ見ればアヘンについて明日誰かに話せると思います。最後までご覧ください。アヘンの歴史は非常に古くまで遡ります。紀元前3400年頃にはメソポタミアでケシが栽培されていたと考えられていて、紀元前3000年頃のものと思われるイランで見つかった石板にはシュメール人がどうやってケシから乳液を取っていたのかが記されています。ここでアヘンの作り方講座を開講します。まず伝統的な方法を見ていきましょう。まずはケシを育てます。ケシが開花して十数日ほど放置しておくと、いわゆるケシ坊主と呼ばれる丸っこい実ができます。ここまでで下準備は OK。 これができたら浅い位置でこの実に傷をつけます。浅い切り込みでいいのでサクッと切っちゃいましょう。そうすると夕方頃には乳液状の白い液体が分泌されてきます。これをかき集めて乾燥させると黒い感じの塊になります。この塊には少しだけアルカロイド類が含まれており、これを摂取することで痛みが治ったり、少し酔ったような気持ちがいい感覚になれるのです。しかしこれは不純物を多く含むため、モルヒネやヘロイン、コデインなどの麻薬に比べると効果がかなり劣ってしまいます。だから価値もかなり低いものになってしまいます。そこで伝統的な方法に対して現在はさらに加工を施して、より効果の強い状態に加工するのです。具体的にはさらに煮出して乾燥させたり、化学的に加工を施したりします。アヘンの歴史に話を戻しますが、紀元前2000年頃、つまり今から4000年ほど前には、ケシが西のヨーロッパ方面へと伝わっていきます。紀元前1500年頃について書かれたとあるパピルスには、アヘン製造に関する技術が見受けられます。時代は進んで、紀元前300年頃に入ると、ギリシャの哲学者テオプラストスの本の中に、アヘンにまつわる記述が見られます。彼はアリストテレスのお友達で、植物学の祖と呼ばれています。アリストテレスの次にリュケイオンの学長を務めたことでも知られています。さらに37年にローマで生まれた後のネロ帝の治世において、ディオスコリデスという医者がかなり具体的なアヘンの採取法や効果についてまとめています。こういった歴史があるため、ラテン語におけるアヘンを意味するオピウムというのをそのまま英語でも引き継いでいます。さらに時代を進め、5世紀前後にはイスラム圏の交易網が発達していき、このアラブ商人たちの交易ネットワークを伝ってインドや中国、アフリカ中部など各地にアヘンがどんどん伝わっていきました。ムハンマドらがメッカからメディナに移動する622年のヒジュラから100年以上も前の出来事です。またこの辺りの時期にシルクロードを通して東アジアにもアヘンが伝わっていったと言われています。その証拠に中国の唐高系が500年頃に編纂した本にアヘンの記述が見られます。11世紀に入るとヨーロッパ世界とイスラーム世界が接触した時にアヘンがヨーロッパへ再伝来します。時期としてはイベリア半島でレコンキスタが始まる頃です。実際アヘン以外にも中世ヨーロッパの行き詰まり感からヨーロッパの修道士や聖職者たちはこの時期に積極的にアラビア語で書かれたギリシアの文献などに触れ、そういったイスラームとの接触は後の12世紀ルネサンスを引き起こす一つの要因ともなりました。こうして主に医薬品としてヨーロッパでも使われるようになったアヘンですが、あの大航海時代においては商品として非常に重要なものとなっていきました。中でもやはり顕著だったのはイギリスによる中国へのアヘン販売でしょう。19世紀にはイギリスの三角貿易によって清国にアヘンが蔓延し、清国政府は林則常金沙大臣に任命してアヘンを焼却させました。これが1840年からのアヘン戦争へとつながっていってしまうのです。アヘン戦争の経緯や結果についてはこの動画で詳しく解説しているので、ぜひ後で見てみてください。
とはいえアヘン戦争を経てもアヘン流入量は減らず、持ち運びやすいキセルを使って吸うというのがどんどん流行っていったので、アヘンは新国内に広がっていきました。アヘンを買ったり吸ったりできるアヘン靴も増えていき、1912年に清朝が滅びた後もアヘン関係の店は各地にあったようです。ヨーロッパにおいては19世紀頃から反アヘン運動が始まり、アメリカやカナダにおいても中国人労働者がやってきたことでアヘン靴が各地で見られるようになり、1875年には反ドラッグ法が制定されます。また1894年に始まった日清戦争では日本が清に勝利するんですが、清側の兵士たちは一刻も早くアヘンを吸いたいということから士気が低かったのが一つの勝因のようです。この日清戦争の講和条約において日本は台湾を獲得しますが、この台湾でもアヘン吸引が流行っていたため、後藤新平がこれを何とかしようとし、1897年には台湾アヘン令が敷かれています。1898年にはアヘン令が出され、台湾における民間での消し栽培は禁止されました。後に戦争期の日本の関東軍は中国大陸の東北部に満州国を作るわけですが、その基本的な資金源はアヘンだったと言われています。このあたりの話について最も有名な人物は里見一でしょう。関東軍と結託してアヘンを取引する組織を作り上げ、莫大な利益を上げたため彼はアヘン王の異名で知られています。国際的にアヘンは20世紀初頭頃から規制が始まっていました。1912年にはハーグアヘン条約が調印され、アヘン貿易が制限されていくことになりました。1926年の第1・第2アヘン会議条約ではアヘンの使用なども制限され、1928年の麻薬製造制限条約においてはアヘン貿易が完全に禁止されました。以上の動きは国際連盟が取り仕切っていたのですが、これが国際連合に変わってからも同様の体制が続いています。今は1961年の麻薬に関する単一条約においてアヘンは統制を受け続けているのです。